どうも皆さん、ヒカキンをこしたいな TV です。今回はですね、なんか知らないですけども、こちらが届きやした。はい、こちらってことでね、アンジュイナミさんのチケットが届きやした。はい、アンジュイナミさんのね、12月25日の、まあ、クリスマスのねイベントのチケットが、届きやしたってことで、早速、まあ、開封の授業をしたいんですけども、25日ね、まあ、アクアの生放送があるんだけど、20時からアリサとアヤさんなんだよね。うん、だからアンジュのイベントが多分21時に終わるんだよ。そしたら速攻ね、アリサが生放送してる現場でね、ちょっとお出迎えしないとね、せっかくのまあクリスマスだからね、21時に終わってアリサで出てくるの多分21時半とかなのかな、わかんないけど、10時とかなっちゃいそうだけど、クリスマス残り2時間しかないけど、そのね、たった2時間のクリスマスをね、ちょっとね、アリサと楽しもうかな。で、アイダさんもおまけでついてくんだったら全然ついてきていいんだけどね。まあ、アンジュも合流しようか。ね。ね。アリサ中心にね、アイダさんとアンジュもね、合流しようか。ね。うん。まあ、ちょっとね、どうせアクアは、ほら、アーカイブがあるからそれで見れるんだけどさ、その今年のクリスマスのね、たった2時間の、その、ね、なんだろうな、まあ、交流っていうのは、まあ、その時しかないから、アーカイブなんてないからね。ちょっと、うん、もう終わり次第、アンジュのイベントが終わり次第ね、アリサの現場で、お出迎えに行きたいと思います。ね。で、ちょっと、おまけで、アイラさんとアンジュとかね。はい、まあ、そんなこと言ってるんですけど、今からじゃあ、このチケットちょっと開けていきますね。これ、なんか、俺、そう、一部二部撮ったんだけど、どっちが一部でどっちが二部とかわかんねえんだよな。うん、番号が早い順数か、なんかこのバーコードが書いてあるね。そう、ツイッターとかでもちょっと見ちゃったんだけどね、あ、こういう感じのチケットなんだねっていうのはちょっと見ちゃったんだけど、まあ、初めて初見で見るような感じで、リアクションするから、何これみたいな感じでちょっとリアクションしてあげるからね。これ見たことある。ツイッターでもこれ、こうなってたよね、こちらで。よし。これ、こうか。これさ、席が書いて、ああ、いくね？いくよ。あ、でもこうか。こういう感じがいくよ。ワン、ツー、スリー。こちらです。じゃじゃーん。これがチケットなんだけど、これさ、あ、後ろに書いてあった席。はいはいはい。前には席順書いてないんだよ。こういう感じで。いやー、昼の部。うん、そうだね。やっぱバーコードの番号が早いのが昼か。うん。なんだろうね。なんかね、B2 列って書いてあるね。しかもさ、何が怖いってさ、B2列じゃない。B2 階席。2階席の、うん、ここまで言うか。V 列。ちょっと待って、2階で V ってお前ほぼ後ろやんって思っちゃった。でも昼の部で、まあ、いわゆるクソ席ってことは、夜の部はね、ね、夜の部は期待していいでしょ。だってよくあんじゃん、ほら、昼の部はクソ席だったけど、夜の部は神席でしたみたいなね。アンジュお前それとかやぞ、本当にな。で、最初さ、ドーンってな、どん底に落としといて、で、夜の部で、まあ、神席、用意しやがって、最高のクリスマスプレゼントじゃないからな。いや、もう本当は、アンジュはね、そういうね、クリスマスプレゼントを用意してくれるんだよね。で、まあ、これも同じくこれだね。ね、さ、席見ます、席。あ、逆の方がいいか。ね。逆ね。まあ、俺しか見えないしね。はい、夜の部。ああ、端っこだな。多分、右端だな。右端だけど、だいたい前か。ん？ん？これはどういうことだ？ん？B2 列、B2 階席、S 列。
なんかね、V 列と S 列なんだよね。 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、B、Q、R、S、 19列 S、A、T、U、V、22列、19列と22列。暗示はツンデレなのかな。あ、そっか、そっか、俺ほらアリスはガチ恋勢だからね、それでさ、ほらね、前の方とか最前列にしちゃうとさ、そっか、アリスが嫉妬しちゃうからか。せやせや、ごめんね。そっかそっか、そういうことか。うん、あ、まあだから、だから俺昼の部が19列で、夜の部、あ、昼の部が21列とかで、夜の部が19列なのか。そっか、アンジュー、お前そうやってなんか俺に嫉妬してほしいんかね。俺に嫉妬してほしいのかなね。俺がさ、ほらね、後ろの席だからさ、クソアンジュー、なんでなんでなんで僕ちゃん後ろの席したんだよって嫉妬してほしいんか。もしくはね、ほら俺はやっぱほらアリサガチ恋勢だからね、アリサがいるからね、クリスマスはやっぱアリサと過ごすからね、それじゃ配慮してくれたのかな。ね、別にでも全然アンジュのイベント俺最前ど真ん中でもよかったんだけどね。でもそれだとやっぱアリサがほら俺に対して嫉妬しちゃうから、そこはなんか安牌で俺を後ろにしたのか。うん、まあまあまあいいでしょう。はい、ってことでね、うん、12月25日の日曜日ね、ちょっとね、シャレオツな格好をして、ね、アンジュと、まあ、クリスマスを楽しんだ後に本命のアリサで、おまけでちょっとアリサのアンジュ、まあ、いるかいないか分かんないけど、とにかくね、12月25日、ね、日曜日クリスマスを楽しみたいと思います。